ほらジュースって俺は増員せん方が良かったっていう派なんで、はい、5人のままでいった方が良かったっていう派なんですよ、うん、ジュースに関してはね、うん、だからその中のメンバーの一人がこういう無残なね、本当なんかかっこ悪い感じになってしまって、うん、非常に残念だし、うん、まああといつ DIY やるねんっていう話もあるけど、ハリちゃんね、まあ、DIY 全然始めてくれないからそれは置いといて、うん、その一人がこうはい消えたみたいな状態が嫌やなと思って、うん、ジュースってねやっぱ曲いいし ね、うん、ねそうですね、うんうん、もったいないですよね。そうですね、まあ、江端さんにもかけるしかないかなあの子やっぱ人気がありますね。江端さんめっちゃ可愛いでしょ、うん、で可愛いだけじゃなくてなんかありそうな、そのやっぱなんかありそうって大事やん、うん、大変なんもないからさ、うん、やっぱなんかありそうなんはいいですよね、うん、稲葉もやめるし。そうですね、うん、もうジュースジュースも結構変わ、まあ結構変わるっていうか、もう初期から考えたらだいぶ変わってるけどほとんど誰もおらんやんってでもさっきのあの事務所、高木の事務所なんですけど、はい、あのビル写真送ったと思いますけど変なんですよ、うん、ね、だってあの4階までしかなくて、うん、あの会社の住所も4階になってるじゃないですか、うん、4階はその3階の服屋の倉庫なんですよ、うん、ね、うん、であれ上登ったら、うん、僕がドローンで上までこう見たら、うん、5階があるんですよ、うん、でも5階は書いてないんですよ、その、うん、ポストもないし、うんうんうん、でも確実に5階があるんですよあそこ、うんうん、だからあそこに住んでんじゃないかな。いやいやいや、ないやろ、ないないない、ない、5階に住んでるんじゃないかな。ないない、それは5階ですよあの多分その3階の服屋が一発噛んでるのはもう間違いなくて、うん、そいつのその倉庫を、うん、いやここに登記したらええやんってなってるから、多分その住所に関しては、うん、まあ、ほぼ誰も来てないというか、うん、ただ登記しただけの、うん、感はまあありますよね。だからその金髪、うん、まあ付き合ってる可能性もあるよね正直、うん、で調べましょうか、もっと詳しいこと。いや調べましょう。誰がどう関与して誰が役員かっていうのは、うん、調べられるんですけど、うん、ちょっとこっちがね山田さんちょっとお願いして。いやそれはもうだってこれ再生回数500万回とか言ってたら無理無理収益がまず1000人いくのが収益がさまず1000人いかないと無理だから先に山田さんちょっとこれ払ってくれていいですか、調べてくるから。マジで、はい、1000円でいい。いや1000円やとちょっと足りんわ、もう1000円ぐらい欲しいわ調べますよ、全然つまびらかにしますよその内容じゃあ今ここにねパッて見たら、うん、何これ、おい、あのお小遣い、お小遣い、うん、お小遣いがこれしかないから、うん、これでじゃあ調べてきてもらおうかな。いや、いいっすよ、やりますよ全然、これでやりますよ、交通費込みで、はい、やりますよ交通費込みで、これでほらこれ本物かな、本物やん、諭吉書いてるやろ、なんか諭吉があれなんかコピー用紙じゃないこれめっちゃ重い罪ですよ偽札偽造っていやでもそれをやってやっぱこの思いを伝えた方がいいと思う、うん、あの根に高木にやっぱ、うん、調べたよって、うん、こんなに僕らは君のことを思ってるんだよっていうのを、うんうん、結局俺ら高木が好きってことになってるからね、なってる、もうだってはっきり言って、うん、こんな高木さゆきについてずっと考えてる人らいないですよそうね、うん、絶対いないと思う、もう他にみんなやっぱもう高木が何か言うことによってその動画撮ろうっていう記録が、ね、そう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 、なんでやろうね、そうだって他そんな浜ちゃんとかさ、いろいろまあ辞めたね、うん、往年のこうすごい人たちが辞めてったけど、うん、まあ別にそんなこうね、こっちもまあまあいつものことかぐらいの感じでスルーしてるじゃないですか、うんうん、
うん、高木にはもうこれやっぱ辞めてまで腹立つ、そうそう辞めてまで腹立つ、まだ物申したいわけやから、うん、やっぱこの思いはやっぱ伝えていきたいですよね。こんな腹ねおらんで、いやいない、他にいないと思う、うん、やっぱうん、まだまだ追いかけた方がいいと思いますよあのね、株式は何なら株買った方がいいと思いますよ。いやあの、ね、非公開非公開そうなの、公開するかよ、そんなもんどうやって買うねん高木と会わなあかんよ、売ってください株いう誰でも買えるもんちゃうねんそうなの、うん、すぐ買えるんじゃない、上場しないと買えないでしょ一般人は。ああ、ちょっとね、やあの清華大学落ちた山田さんには難しい話かもしれないですけどいやそこはキーポン上場志向でいくでしょ上場志向で、まあだからそのね、さっきのあれ話じゃないですけど、歌姫問題はでもありますよね。そうですね、それはもういっぱいやっぱどんどん言ってった方がいいと思いますよ、うん、だから僕ジュースに関してはもう、うん、そのあれダンバラとかも、うん、もうめっちゃ嫌な、まあ昔から言ってるやんそれ、はいはいはい、ダンバラとかもほんま苦手で、うんうん、めっちゃ嫌なんですよ、そのそれはやっぱ歌言い方ってこと、う歌で褒めてあげるしかないから、いやでも彼女はね結構もうルックス的にも全然もう言っていい感がなくなっていいと思うんですけど、いや、うせん、この間見たけど言ってやったよ、いやいやいや、僕大体キツネ目の人が好きなんですよ、あ、はいはい、あのやっぱグリコ森永世代やから、はいはいはい、だからレーナとかもそうですし、はいはい、だからレダンバラとかすごいもう、はいはい、でもまあ確かにその歌、まあちょっとこうすごいすごいって言われてるメンバーは何人か、やっぱハロプロは特にこういるじゃないですか、まあダンスもそうかもしれないけど、うんうん、そういう人に対してのこう扱い方っていうか、うん、そのね困りますよね、うん、困るって僕ね、その基本的にドヤ顔が嫌いなんですよ、はいはい、うん、難しい話かもしれんけど、みんなドヤ顔したがるから、うん、ドヤ顔は嫌で、うん、そのダンバラはドヤ顔すんなよって思うんですよね、そう、小田も一緒、あの高橋愛ぐらいからはずっとそういうのありますよね。高橋愛はもうしてもしゃあないかなと思うんですよね、高橋愛までなると、そのそれはなんでそれはだからやっぱりあの時少数制ですごい軍団作ったから、うん、作ったってあいつが作ったわけじゃないけど、うん、それのリーダーやったから、うん、でビジュアルも、ね、うん、そこそこじゃないですか、うん、まあまあ、もちろん、うん、で歌もダンスも後輩に尊敬されるぐらいのレベルなんで、うん、してもいいと思うんですよ、うん、でもなんかその発展途上の現役のそうじゃないやつがドヤ顔するのって、うん、もうめっちゃなんかもう背中に汗かくっていうかね、もう気持ち悪くてね、恥ずかしいみたいなのがある、こっちが恥ずかしくなってきて、あ、例えばめっちゃダンスしてるいい子坊さんがドヤ顔してきたらどう思いますいやいやドヤ顔すなお前がって思うでしょまあね、思うでしょ、うん、あのね四季分の時のね、うん、工藤遥か、うん、ね、バーってカメラが寄ってきた時の、うん、照れて目そらすでしょ、自分はちゃんと見てない、チキブン見ろお前いやチキブンはよう見たけど、そんな工藤遥が照れて目そらすドゥが目そらすんですよ、うん、あれ、うん、あれぐらいの気持ちないと、うん、あれよ、あんだけ顔可愛いのに目そらすんやで照れて、あ、それをね小田さくらとかカメラにクーって消えるやんか、クーって消えるやん、あれでもあのその辺がちょっとこうあれですよね、多分ハロプロ的には、うん、そのありますよね、あの堂々としろっていう、あ、なんていうの、こう、まあ、ダンスの先生が言ってるのかつんくが言ってるのか知らんけど、うん、でも、まあ、堂々としとけっていうのは多分ずっと言われてて、うん、そっちに行くんでしょうね、みんなこうやっぱ一回はこう堂々としますって、あのだからそれがやっぱこうやりすぎてるとか、うん、なんかがあるのかもしれない、でも間違ってると思う、その三林先生かもしれんけど、それは堂々としろとドヤ顔も全然ちゃうし、うん、ね、うん、
そのだ例えば研修生が堂々とするのもまだおかし堂々とするからそのドヤ顔するのおかしいやん、うん、研修生、うん、それ見たくて俺ら行って5月に行ってないよって話になるやんか、うん、あれほんまにやめた方がいいなと思うんですよねずっとねあんまり賛同されないけどねこの意見ねいやそれはね分かる賛同されないのは分かる、うん、僕もあのそのドヤ顔が嫌っていうのは分かるんですよすごい、うん、そのまあメンバーによってはね、うん、ただやっぱそういうこう結構ずっとこうあるからやっぱかっこ悪くてもかっこよく見せろみたいな、うん、でそれが実際よく映る時もあるから、うん、今度のこのアンジュルムの、うん、あのとかでも松本若菜ちゃんとか、うん、もうほんまちっちゃい子じゃないですかただの、うん、でもやっぱその ミュージックビデオとか見てたらすっごい頑張ってこうどやってるわけですよ、うんうんうん、それがなんかやっぱこう頑張ってやんなっていうか、うん、なるほどねそういう見方もあるそういう風になるから多分そっちが基本的にはそっちでみんなやってるそのメンバーはやってるんやと思うんですよね、うん、だからその小田とか高木とかはだから生地こう歌がうまいとか、うん、ちょっとこう秀でてるもんがあると、うん、松本若菜ちゃんなんて、まあ、正直こう、うん、ねまだツルンツルンじゃないですか、うんうん、だからその頑張って顔をどうやってますぐらいは可愛いなって思うけど、うん、ちょっとうまいとかがちょっと秀でてたりするとちょっとイラつくのかなやっぱこうお前何調子乗ってんねんみたいなのかな、その本人のキャラに合う側もあるやんか、あるあそれはまあ松本若菜ちゃんのあんなね、うん、子供みたいな子のドヤ顔これかわいそうに見えてきてこれやらされてるのはいはいはい、かわいそうにちょっと痛々しく思える時が、まあ、痛いそれでまあ子供あるじゃないですか結構それはねそのずっとありますよねでもそれこそベリーズがまだちっちゃかった頃からやっぱ痛々しいっていうかなんかこう変なもんでもさ見てるみたいな最近の方が俺ひどいと思うよアンジュルムのさ例えばさあのメイメイが辞めるか辞めんかぐらいのあたりぐらいからだんだんひどくなってきてると思うねんなうんだってマッサルブルージーンズとか見てもさ今、うん、そんなどやってないよそう言うほどああはいはいはいそうどやっていうのはそう決め顔的なことそうそうそう、うんうん、その流し目でこうやってレンズから去っていかへん、うんうんまあそれはでもそうひどなっていってるんかもしれないですねやっぱこうどん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 こうエスカレートしていくっていうか知らない間に吉子先生が良かったんじゃないのかなやっぱあだからもう今後ね心配なのはマリンちゃんね僕が今一番推してるあマリンちゃんあマリンちゃんが僕推しかぶりですねあほんま推しかぶりですそれみんな好きやなマリンちゃん、うん、マリンちゃんはみんな好きですよあのね、うん、やっぱねハローもね、うん、そろそろ分かってんのか分かってないか気づいてないんか分からんけどさ、うんああいうやっぱさ、うん、田舎から出てきた人への子をさ、うん、バンバン来な使わな松本若菜とかさ、うんうん、分かりますよあの僕が研修生がいまいち嫌なのはそういうとこですあ分かる分かるあのやっぱちゃんと しすぎてるて分かるできてんねんもう、うん、仕上がりすぎてるところがやっぱりすごい嫌やからあとだからやっぱり分かる40ね40万土井玲奈ちゃんもさうん、もう出来上がってるもんね何十万ドイレナ、うん、もっとなんかあの初期の愛理とかさ、うんうんうん、ああなるとは思わへんかったん愛理、うん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 、そうですねだからでも研修生の人気が今やっぱすごいから、うん、だからそこはちょっと難しいとこでしょうね、うん、やっぱこうまあまあねこのチャンネルはもうガンガン毒吐いて文句は言ってるけど剣オタだけは敵に回したくないから剣オタ恐れすぎやろ剣オタだけはもう怖いから恐れすぎやろっていうか剣オタが今一番大きい勢力ですからねハロプロでそうやんな剣オタだけはもう怖いからあのチケットもね研修生発表会だけ売り切れるからね、うん、やっぱ、うん、そりゃ僕はもうほんま岡村さんだっけ研修生にいた南岡村みなみちゃんがパーって下に降りてきて真横で踊ってくれた時はもうすごいね大好きになりましたけどね研修生の発表がようできとんねんあれほんまあれはみんな好きになるよ一回行ったら
や、それでもそうですね、そう、僕にナンパチップちょっとはまんないんですよね、やっぱ行っても、あの、うんうん、なんやろな、できすぎの子が多いとか、多いからかな、あとなんかそれこそ痛々しく見えるからかもしれない、ちょっとまだなんかこうこっちも研修生っていう目で見てるから、そういうのはあるのかもしれないですけどね、まあ昔の船木ぐらいが良かったよ、ね。あれぐらいの中途半端感というかさ、砂利感がさ、そうですね、だからでも船木も後半からドヤが多くなったんですよ、そうですね、まあやっぱそういうのは今ずっと続いてるんやとは思うけど、ああいうハロプロの中でどうしてもとにかくドヤ顔が、いや第1回目はドヤ顔が嫌いやって話で、嫌いやっていう話、いいですよ、はい、ほんまにこれ高木さゆきも結局ドヤ顔が嫌やったってこと、ドヤ顔ですよ、うん、まあ高木は特にね、やっぱちょっとその傾向が強かったかもしれない、あの現役の時もね、あの声もどうやってましたからね、彼女は。そうなの、声までね、みたいなさ、すごい、あのザ・ボンジのおさむちゃんが、すごい、おさがすごい、もう行き過ぎて行き過ぎた時あったじゃないですか、もうあのぐらいの感じの、お前いつ声止めんねんみたいな、すごい引っ張ってましたよね、高木さゆきも、確かに、おさむちゃんやな、高木は。おさむちゃんもまあまあ、あっち系ですからね、そういうのはあるかもしれない、ちょっと、でもそれいいんじゃないですか、ドヤ顔もそうやし、そのテクニカルなところで、やっぱこう、アロータはみんな結構、やっぱいろいろ言う人が多いから、やっぱこれからはもう、それをどん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 否定していく、指定していく、もうそれはもう、だって、味でしょ、絶対。味ですよね、マリンちゃんとかなんかまだちょうどいいですよね、ちょうどいいと思いますよ、マリンちゃんのあの照れ具合、それやねん、それみたいねん、おっさんは、なあ、みたい、ヨフウルノちゃんが見たいわけじゃないっていうヨフーさんできすぎやん、そうやね、だからそうだからそのヨフーさんはやっぱできすぎてると思うし、できすぎやね、もうめちゃくちゃ可愛らしいですけどね、と思いますよ、めちゃめちゃ可愛いけど、実物おったら可愛いやろうなと思う、すっごい可愛いと思う、ただやっぱあそこまでできすぎたらどうなんかなっていうのはね、そうなんですよ、それが見たいわけじゃないんですよ、それはあります、ね、だからそろそろそのディスルク集団っていうのも、やっぱそれをなんか傘にというかその看板にするのはもうちょっともうやめた方がいいと思うんだよな、いや思います、ね、だって結果出てるやん、この10年、20年、20年経ってないから10年ぐらいかな、その要は高橋愛が作ってきたそのディスルク集団以降売れてへん、売れてない、売れてないんですよ、びっくりするぐらい売れてないんですよ、結果出てるから、しかも最近もファンといろいろ僕もちょっと距離を置いてこうそういう話すじゃないですか、そうするとねもうファンは大体ね、売れなくてもいいって言ってるやつが多いですからね、どうすんねんじゃあ、自分らがそれで好きやからそれでいいみたいなことを言ってるやつが多い、存続せえへんやそれじゃ、もういやそうですよ、本部が儲からんかったら存続せえへん、あおちゃうか、だからそれはねあかんと思う、あとこっちもさ別に変な話、まあ売れるか売れへんかは別にわからないからいいんですけど、売れるかもしれへんという期待を持ってみたいじゃないですか、その要はね、その通り、これ売れるかもしれないっていうのがあったからアップガンも面白かったわけで、そうそれがもうないから、武道館4100万人しか入らんかった、でもこれから行くでっていうのが面白そうだったのに、そうもうこの社長にはついていけへんよ、なりましたよ、なりましたよ、もう今なんかもあの立川の気違いに頭下げるぐらいですからね社長が、だからやっぱそう思うとなんか売れそうな気配をね、
そうだからね、今のファンってもう2000年代前半のめっちゃ売れてた時を忘れてると思う、うん、あれで売れたことによってアドバンテージがいっぱいできるんですよ、うん、いろんなところで公演もできるし、うん、イベントもできるし、うん、テレビにもバンバン出てくるし、うん、その喜び、うん、っていうのをもう忘れとる、うんうんうん、それと知らんやつが多い、うん、知らん、まあもう知らないからもう別にみたいな、うん、絶対売れなあかんって絶対に。そうですね、もう一回売れなあかんって、ね、ほんま、ね、それを道重はやろうとしたんやから、まあちょっとね、もうちょっと踏ん張ってほしかったと今になっては思うけど、うん、で売れないとね、あの無能集団の方にみんな行ってしまうよ、いい子が。ああ、まあ実際でもね、うん、そのルックスとかそういう意味ではもうかなりもう、ね、うん、あっちに行ってまうよ、うん、いくらオーディションやったってもうクズしか来へんの、来へんもん、うん、それは本当そうですよね。あのやっぱ研修生がもすごい逸材が、うん、もうこれは磨いたらすごい原石やみたいなのが、うん、やっぱ来るにはよ、うん、売れてやっぱアピールしないと研修生にもいいの来ないですよ。そうなんですよ。でも本当にね、そういうことをねもっと言ってほしい、みんな。もうあんま言わなくなってるから、みんなその、うん、売れなあかんみたいなことも、うん、全然言わないし、だから経済市場主義やみたいな感じを嫌う風潮っていうの、まあそういうのもあるのかな。でもなんか単純にもうだから、その別に売れなくてもいいんじゃないみたいな空気がすごいですよね。自分らが楽しかったらいいみたいな、うん、だから長いこと、生地長いこと続いてるから、もう別にこのままでも続けれると思ってるんじゃないですか、うん、もうあのコロナになってそれこそいろんなアイドルとかがもうやめるとかなんちゃらっつってどんどんなくなっていってるけど、うん、めっちゃなくなったよな、うん、でももうハロプロは大丈夫でしょ、だって大きいからぐらいのあれもあるのかもしれない。大丈夫ちゃうって。いやちゃうと思うけど、全然ほんまに、うん、だからほとんどさ、強力なオタからさ金巻き上げとるだけでさ、うん、それで AKB とかもどんどん落ちていってしまったじゃないです か、一部のその熱狂的な金持っとる とこから取るだけじゃ、うん、もう続かない。いや続かないですよね。新しいこうファンっていうのをどんどん取り込んで大きくしていかないと、うん、まあ難しい。それはもうアプが見たらね分かるじゃないですか、あんなちま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 しょうもないさ、いやしょうもない、数人の小遣い稼ぎ、数人の金持ってるお宝、うん、お金取ってさ、うんうん、取り上げてねやってるだけで、うん、その人がおらんくなったらもう、もういやもう、うん、だあんな見てる方もやっぱりそのこっから売れる感じがないからやっぱ面白くないですね、うん、なんよ見ててもね、そのんなんよ、うん、何のためにライブやってるのか分からへん、うん、分からへんから、うんうん、頑張ってる言われたってそんな、うん、そんな知らんがなってなるから、ね、その頑張りの方向間違ってるしその頑張り見たくないし別に、うん、その爆破してさドーンやってさ無人島でやったりとかさ、別にそれ間違ってるで、その方向ほんまに。それでテレビ番組がバーン来て、例えばね、ミュージックステーションなんか中継するとかさ、うん、そういうでっかいの引っ張ってこれるやんとはええけどさ、うん、結局いっぱい出すお金出すオタしかそれ見に行かへんか、うん、意味ないって、うん、広がらへんし。だからお茶の間とか今対バンすごい出てたりとかして、まあそれなりにこう、はいはい、なんかこう他からファンを引っ張ってこようとはしてるんやと思いますけどね、うん、その中ではね、うん、ただまあお茶の間とだからビヨンズ、うん、もうちょっとね頑張ってほしいね。そうです。ただまあ僕ビヨンズが全然好きじゃないからね、そこがもうちょっとそのあれに通じるんですよ、そのさっき岡本ちゃんが言ってたそのドヤ顔寒いっていうのと一緒で、うん、なんかビヨンズってすごいこう面白いことやってますっていう感じでやるじゃないですか、うん、すごい、うん、それがすごい、うわもう恥ずかしい、もう面白くないよそんなにってなるんですよ。分かる分かる。だから分かるよ。だからそこ、ね、これまた山田さん、ああいう女にクラスでいじめられてたでしょいじめられてた、ああいう感じの、分かる分かる、うんうん、それ系やね。ちょっとねカースト高いんですよビヨンズって。ああそうかも、うんうん、でなんかもう変なことしてたらこそこそなんか悪口言われてそうな、うん、女子の集団なんですよ、あれ。
うん、だからいまいち抜けへんのやろなと思うな、うん、あれは、うん、ちょっとね、もうちょっと可愛げがあってほしいな、確かに。